皆さんこんにちは。これから映画を見ますが、エアコンが今日も寒い。このチャンネルでは私が過ごす日常の様子を毎日アップしております。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、映画が終わって食事の場所に来ましたが、こちらも寒い。エアコンが効いております。長袖を着ておりますが、かなり寒い。と食事が来ました。店員さんは T シャツ、動き回っておりますので、T シャツでも大丈夫なのでしょう。お茶が冷たい。はい、こちらイカの塩辛明太スパゲッティ、以前もお伝えしました東京たらこスパゲッティに今日は行列なしで入れたラッキーデーでございます。レモンを絞っておりますが、まだ、体は冷え切ったままということになっております。ちょっとかじかんだ手をおしぼりで、再生させていきましょう。この真上のエアコンから風が直で当たるという状況の影響から体が冷え切っているのだと思います。映画館は途中から、快適な温度になったので良かったのですが、まさか食事の場所でもいただきます。塩辛明太スパゲッティ、はい、この東京たらこスパゲッティは非常にもちもちしていて美味しい。海苔もいただいて、これで体が温まってくるのではないでしょうか。ちょっと山椒いっておきましょう。ちょっと出がよくありませんでしょうか。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いします。